VFR という、モーターサイクルは、1980年代に、最初のモデルを上位しまして、その時点でそのスポーツツーリングというカテゴリーでは、そのパフォーマンス含めて、ある意味で、唯一のものだったのかなというふうに思っております。で、その後、モデルチェンジを繰り返して、多くのお客様に受け入れられてまいりましたが、2002年モデルを最後にですね、長い間モデルチェンジをせずに来たと。で、その理由としましては、その以外のカテゴリー、簡単に言いますと、そのスーパースポーツか、はい。スーパースポーツというカテゴリーがかなり、お客様に支持されておりまして、そこに対して、新たなモデルを随時投入していくというところに、我々も力を入れておりましたので、そういった意味で、若干長くお待たせすることになったとは思いますが、今回、全くエンジンも新たに起こしまして、排気量も上げ、現代の道路事情に見合ったパフォーマンスを与えたというふうに考えています。やはり今回はですね、特にそのある意味そのスペック競争から出したライダーの常用スピードというか、今後交通の流れの中で、いかに快適な乗り物にするかというところが一つのテーマだったと思います。特に2人乗りをされる方が、ユーザーが多いと思いますので、2人乗りをした状況の中でも、パッセンジャーの方含めて、楽しんでいただけるような車ということで作ってまいりました。トータルでですね、そのオートバイがある生活ですか、っていうところで、その人生全体を楽しんでいただくような方々に、そのオートバイに乗るということを楽しんでいた、一緒に楽しんでいただくというようなところが大事かなと。で、やはりそのスーパースポーツとかですね、やはりその純粋に走ることを楽しむっていうよりは、やはりそのパッセンジャーも含めたオートバイのある生活をトータルで楽しんでいただけるような車というふうな位置づけで考えています。で、そこに対してその最新のテクノロジーを、入れていく。で、これはその速く走るためのものだけではなくて、やはりそのパッセンジャーも含めた移動を楽しくやるというところで、選択している技術でございまして、そのあたりも全く今回、今までにない機構も取り入れておりますので、おそらく比較対象がないモデルになっているかなというふうに思う、そういう意味で自信は持っておりますので、ぜひ乗って体験していただければなというふうに考えています。